ダイソーでコーヒーメーカー売っていました。アウトドアコーヒーメーカーカップセットってやつですね。キャンプにはいい感じですね。お値段は1000円。引き立てコーヒーの味がどこでも楽しめる。いいね。カップ2つ分でコンパクトだね。洗ってきました。豆をひくやつとドリップカップが2個。では無印良品で買ったオーガニックのコーヒーを作ってみましょう。山で汲んできた湧き水を沸かします。ではコーヒーメーカーをセットして、分量わかんないんで適当に入れてこぼれますね。豆をひきます。こいつは底のつまみで粗挽きと細挽きに分けることが可能です。ちなみにそのままで回したので細挽きになっちゃいました。お湯が沸いたので入れてみます。いただきます。別の日につまみを回して粗挽きにしてみました。違うな。飲んでみます。ではいただきます。こっちの方がいいね。こっちの方がいい感じ。今回はダイソーのアウトドアコーヒーメーカーカップセットでした。今回はダイソーで売っているランタンスタンドの紹介だよ。お値段は1000円。フックがついて地面に打ち込みができて、テーブルにも対応している。早速吊るしてみました。このランタンは年代物のやつで結構な重さで、さらに燃料満タンなんだけど大丈夫でした。夜は幻想的な雰囲気になるよ。今回はテーブルがなかったんでテーブルにはつけませんでした。でもダイソーで売っているとは思わなかった。自分は見かけた途端迷わず買いました。売り切れる前に欲しい商品だね。軽い LED ランタンだと重さは気にしなくていいね。ちなみにこのクランプでテーブルの端に挟むみたい。ケースもついてきます。今回はダイソーのランタンスタンドでした。今回はダイソーの COB ランタンの紹介だよ。お値段は550円。中身はこんな感じでランタンにしか見えない。で COB ライトが3箇所にあって360度照らせる設定。電源は単三電池3本。こいつはつまみを回すと明かりの調節ができます。実際に夜に使ってみました。これはマックスの明かりですね。近場を照らすにはいい感じだと思います。 LED のいいところは紫外線を出さないので、この光で虫が集まりにくいところ。ゼロではないとは思いますが、実際に虫は確認できませんでした。人間には蚊が寄ってきたんですけども、これは別問題。その場に応じて明るさを変えるのもいいね。で今度はインナーテントに吊るしてみました。一番弱い明かりです。欲を言えばもう少し弱い光にしてほしかった。このお値段なので文句は言えないけどね。今回はダイソーの COB ランタンでした。今回はセリアで売っているソロトーチの紹介だよ。こいつはてっぺんのくぼんだ穴におがくずや着火剤を入れて火をつけてくださいと書いてあります。以前動画で使った時は火がすぐ消えたので、そんなことがないようにくぼみとは言わず盛りだくさんに入れちゃいましょう。こんなもんかな。ではてんこ盛りの着火剤に火をつけます。これだったら大丈夫な気がしてきた。青白い炎は着火剤が燃えている色だね。どうやら着火剤から本体に火が移ったようだね。20分経過しました。前回は10分ぐらいで消えたので記録更新です。燃焼時間は1時間なので、そこまで燃えてくれるのか。燃えてほしい。風も弱いんでいけそうな予感。30分経過しました。素晴らしい炎が上がっています。これぞトーチ。このままの状態で豪快に燃えてほしいですねと思ったら、すぐに消えそうになりました。30分ちょいで消えました。前回も含めるとこいつは途中で消えるってことが分かりました。今回はセリアのソロトーチでした。今回はセリアで売っている炭ばさみを買ったよ。細い見た目で動かすとしなる感覚で心もとない。でも先端はハニカム構造でいびつなものもつかめそうだし、滑り止めのエンボス加工が微妙にある。実際に使えるかどうか炭を掴んでみます。ぶっちゃけつかみが弱いってか、フレームが細くって力が伝わりにくい感じだね。でも持つことはできる。横や斜めからはつかめないことがあるけど、真上からつかむと簡単でした。でも薪など大きかったり重いものはかなり難しい。小さいストーブなどはこの先端のハニカムがでかすぎて使いづらいと思うよ。正直な感想を言うと、普通の火ばさみやトングが使いやすいかなって思いました。でも110円だし、他にも使い道があるかもしんない。今回はセリアの炭ばさみでした。